せ場。今回ご紹介するのは越前市蔵の辻の中にある居酒屋万坂です。白壁の蔵が立ち並ぶ越前市蓬莱町の蔵の辻に今年3月にオープンしたわんさか。昭和の雰囲気が漂う和風モダンな店内で手作りの美味しい料理やお酒を味わうことができます。お店を切り盛りするのは双子の姉妹塚崎由美さんと吉田真美さん。姉由美さんの料理好きが功を奏し、お店を通して地元越前市や蔵の辻を多くの人に知ってもらいたいとの思いからお店をオープンしました。お店の名前がとてもユニークなんですが、由来を教えてもらえますか？お店をするときに、なんか昭和の音楽が流れていて落ち着くお店がいいなと思ったときに、和と酒っていう文字を入れたくて、どうしようと思ってたらバーって前降りてきて、わんさかってよくよくしたら、なんかわんさかわんさかっていう感じもするし、だからすごくいいなと思ってわんさかにしました。これからどのようなお店にしていきたいですか？我が家で飲み食いしているような居心地のいい癒しの空間を作っていけたらなと思っています。でそれから、地元の食材を使って、美味しい料理を作って県内外に PR していったらなと思います。わんさかで提供されるお料理は細部までこだわり抜いた手作りの味。自家栽培の無農薬野菜や自家製の調味料を使うなど真心こもったメニューがラインナップ。その中からおすすめのお料理をいただきました。まずは看板メニュー、タケフのご当地グルメボルガライス。ケチャップライスには半日以上煮込んで作った自家製トマトソースを使用。ソースを絡めたとんかつとたっぷりかかったデミグラスソースがもう見た目から美味しそう。じゃあまずはカツから食べてみますね。すごいツヤツヤしてますね。いただきます。すごいソースカツ丼のカツを食べてるみたいな感じで、すごい衣がサクサクしてて、ソースもなんか甘みがあってすごいコクがある感じがしますね。すごい美味しいです。お肉もとっても柔らかいですし、すごい、なんかこのカツだけでご飯が食べれちゃうような感じです。オムライスの方もいただきます。すごいケチャップライスがすごいバターの風味がふわんって広がって、本当にその味に深みがあるというか、口の中に広がる香りがすごく美味しいですね。ちゃんと全部の味がします。卵の味、ケチャップライスの味、デミグラスソースの味、なんかすごい全部が合いますね。美味しい。そしてわんさかの人気ナンバーワンメニュー、ニンニクたっぷり餃子。その名の通りニンニクがぎっしり詰まったスタミナ満点の一品。さあお味は？じゃあ続いてニンニクたっぷり餃子いただきます。美味しい。何もつけてないのにすごい味がしっかりついてるんで美味しい。皮ももちもちしてるし、すごくジューシーですね。すごい大きいですよね、一個一個が。たっぷりお肉もニンニクも詰まってて食べ応えのある餃子です。なんか餃子3種類ほどあるみたいなんで全部食べてみたいですね。わんさかのここに注目。女性にも楽しんでもらいたいとの思いから、ノンアルコールを含めた数多くのカクテルを取り揃えています。注目なのがビールやハイボールのカクテルも充実。またボンや黒龍などの福井の地酒も楽しめます。お気に入りの一杯を探してみては？この他お店では
音楽ライブなどのイベントも実施しています。お酒を飲みながらワイワイとライブをしてみたい方などお気軽にご相談ください。居心地が良く楽しいお店を目指しています。皆さんどうぞお気軽にお越しください。